ハットは、1963年、アメリカ合衆国公開の西部劇映画、マーティン・リット監督。1963年の第36回アカデミー賞で、パトリシア・ニールが主演女優賞、メルビン・ダグラスが助演団優賞、またジェームズ・ウォンハウが撮影賞を受賞。テキサスで牧場を営むバノン一家の息子ハット。 34歳で独身の彼は夜になると町へ繰り出し、酒と女に入り浸っていた。一代で大牧場を築き上げた父ホーマーとは、檻が合わない。ある日、飼い牛に病気が発生、政府の殺戮令を前に親子は衝突。老齢の父を隠居させ、牧場の実権を握ろうとしたハットに父は永年、心に秘めていたことをぶちまける。実の兄を、 飲酒運転で死なせたことだけが原因だと思っていた。ハットはそれ以前から親子の溝が深かったことを知る。平成を失い、前から思いを寄せていた家政婦のアルマを襲う。行為を抱いていたが彼女は拒絶する。兄の息子論も物音に驚いて駆けつける。論を殴りつけてようやく冷静になったハットは気まずい思いでわびるが、父は精神的にも物質的にも追い詰められる。 突然、アルマがハットを密かに愛していたことを打ち明けて、牧場を去る。アルマを見送った木と、ハットとロンは道に倒れていた老人を引きそうになる。馬に振り落とされた父で、医者を呼びに行く暇もなく、ハットに抱かれて死ぬ。葬儀の後、ロンも荷物をまとめて、牧場に二度と帰らぬと言い残して去る。誰もいない、牛もいない牧場に、ハットは、たった一人残される。 ありがとうございます。